重責の引き受けて新パーク来たらキラーどうなると思う。ああ、まあ、トウが死ぬね。狂キラーはあんまり関係ないかなと思うけどね。狂キラーって、もともと、あれでしょ、もう、ダウンペースで勝負してくるから、ダウンペイで。あんまり関係ないかなと。ただ、トウキラーとかやったら、まあ、計算しながら立ち回るから、トウキラーって、発電機固めて、で、誰が2回、吊るしたとか、計算しながら戦うから。あ、今やったらあの人リーチやから、終えるな、深追いちょっといけるなとか考えながらやるでしょ。まあ、それができなくなるから、もう終わってるよ。完全に終わってる。計算狂うから。終わりやと思ってた人が、一回耐久減ってるとかなったらもう最悪やろ。あ、今までの、その徒歩キラーの理想的な立ち回りって、3311って言って、まあ、1人目3回吊って、2人目も3回吊って、殺して、で、最後の3人目、4人目を1回ずつ、吊って全滅させるっていうのが、まあ、セオリーっていうか、まあ一番いい立ち回りなんやけど。二人をだから交互に狙っていくっていう、最初の二人を。っていうのが勝ち筋なんやけど、それができなくなるから、3322になるからね。あのパークが出ることによって。でしょ？そう、二回ってえらい違いから。徒歩で二回ダウン取るっていうのが。だいぶ変わってくるかなと思うけどね。俺はね。まあ、いろんな見解あると思うけど、俺はもうあれはもうバケモン級にやばいパークやと思ってる。ただナースとかブライトとかああいう系のキラーにはあんまり関係ないかな。あんまりだったおさん系の人っぽいな。これ2窓かな。3311がね、3322になるのはだいぶやばいと思うけどな、ほんまに。あんなとこまで行ってんのよ。あ、これ帰ってくるわ。絶対帰ってくる、見てる人は。ほら。ああ。やってもうた。まあ、次は帰ってこないから直で行って。そこ窓開けないの？ああ、ええ、もう行ってくれ。もういいね。下がってる下がってる。死ねないか。でも下がる。何変音って。何変音って。まあこれが理想やね。だから徒歩でその2人をリーチ、二人リーチ作って。で、一人飛ばした時に残り三台で、残り三台で二人生存、あ、三人生存か。
一番よくて。何それ、うまっ。今のうまっ。これだってあれでしょ、一人飛んでまた一人リーチが残ってる状態になるから、ドワイト飛ばして残り3人になってからも一人飛ばせるから、いつでも。これがドホキラの一番の理想なんよ、立ち回りは。でキャンプしてない分、だからこの立ち回りだったらキャンプしてない分発電機も結構回らんから、あんまりキャンプしたらねガンガン回されるけど、トンネルとか。これでドワイト終わりやね。どういう形これ。まあ共鳴交互、あの均等で交互にあの共鳴入れていくのもいいんやけど、 きついよな。それだとこれが一番理想やね。だこれができなくなるから、そのあのバグが出てきたらこの人が終わらんからな、次で。でしょ、あのバグがあったら。普通にきついと思うよ。これで死なんから、あのバグあったら。ドワイトも死んでないから、あのバグあったら。無理でしょ、これで2人とも死なんのやったら。勝てんやん絶対。ロッカーインっぽいけど、これロッカーあるのこの辺って。わからんな。ほら結構回ってるしな、無理やん。こんだけいい立ち回りしてもギリギリやん。それが増えるわけやから、2回ダウンがサバイバーのライフポイントが2増えるみたいなもんやから、絶対がねえよあのバグ出たら。これは中入ったら終わり。めっちゃ離れてる。賢い。もう距離だな。ゼロ半円音でした。
あ、いた向こうか。だいぶ支援行為になるから。